上杉武士団に伝わる秘宝、100年前にこの世を去ったとされる黒曜の女神、その本人の血液だ。この聖なる血を摂取することにより、お前の体も女神そのものになれる。さあ飲んでくれ。飲んで上杉武士団を救ってくれ、武蔵。いやです。なんだと、覚悟を決めたはずではないか。だってこれなんかグロい。いいから飲まんか。武蔵、大丈夫？武蔵、何か体に異変が起きたのか。特になんともねえな。